ダイイングライトは、バーナーエンターテイメントジャパンより2015年4月16日に発売されたオープンワールド型ホラーゲームソフト。対応プラットフォームはプレイステーション4、Xbox One、PC。略称は DL。謎の伝染病により、ゾンビが徘徊するようになった街を舞台に、サバイバルを図る一人称視点のアクションアドベンチャーゲーム。このゲームの特徴は、 ゾンビホラージャンルにパルクールアクションのシステムを取り入れた、ホラーとアクションの融合を交えており、ノンストップで遮蔽物を飛び越えたり、大半の壁や建物をよじ登ることができるなど高い、自由度を誇る。本作のゾンビをはじめとした敵は、耐久力が高めであるほか、攻撃にスタミナも消費したり時に敵が大軍として押し寄せる、ことも、多いなど、無双シリーズのような一気当選プレイも、 難しいなど、リアリティも、非常に高い。そのため、プレイヤーは無茶に大軍を相手するよりも、時には地形を活用して、いかにゾンビをはじめとした敵との戦闘を回避して、体力を温存させたり、アイテムを用いて敵から離れた箇所より攻撃が、必要になるなど臨機応変な戦略性も求められる。また、常時一人称視点だけあって背後など視界が効かない、方向から、 いきなり敵に不意をつかれるなど、あたかも自分がその世界の一人としてゲーム体験をするようなスリル感も高い。オフラインでは一人プレイだが、オンラインでは4人の協力プレイが可能。さらにもう一人のプレイヤーがゾンビ側として参加することも可能で、この場合は最大で5人同時プレイとなる。売り上げ本数は海外では320万本。週刊ファミ通のクロスレビューで、 ゴールド殿堂入りした。その後ゲームスコムにてプロデューサーのインタビューによって500万本を超えたことが発表された。イギリスでは家が1軒ついてくる限定版のダイイングライトマイアポカリプスエディションが発売された。価格は25万ポンド。ゲームソフトとしては史上最高額となる。日本国内版は発売当初表現規制により生存者や感染者の流す地と 壁や床などにこびりついた地が緑色で表現されていた。もともと18歳未満購入禁止のセロ・ゼットのローカライズであったにもかかわらず、そのような規制がされていたために国内ユーザーの多くの反発を買うこととなり、その後にパッチが当たり地の表現は赤に変わった経緯がある。ただし、死体の切断名や頭部については日本版のみ表現がマイルドになっている。 2016年4月21日に追加要素を付加したダイイングライトザ・ホロイングエンハンスとエディションが発売された。ストーリーの進展に影響するメインクエストとプレイヤーが NPC からの依頼などを任意で受けることができるサイドクエストが存在する。さらに道中、プレイヤーの身の回りでランダムで発生するランダムエンカウンターがあり。 ゾンビに襲われている生存者の救出や主人公の敵対勢力となるライズ一味を排除また単に生存者のエピソードを徴収するだけなどに分けられる。これら一部を除いてクエストやランダムエンカウンターを遂行するとアイテムや現金の他講述のサバイバーポイントを入手することが可能でメインクエスト以外のクエストの受注は プレイヤーの自由裁量に委ねられる。ただしゾンビの体力はメインクエスト進行度の影響を受けるため、あまりにもサイドクエストを無視すると苦戦する可能性がある。マップは最初からプレイ可能な比較的低い建物が多い、スラムとストーリー中盤からプレイ可能となる高低差の激しい入り組んだ建物や強敵が多い、旧市街の2種類のマップに分けられている。 昼夜の概念があり、夜間では光術の強敵、ボラダイルが出現するほか、昼間では緩慢な動きのゾンビも夜になると凶暴になるなど難易度の格差が大きくなる。一方で夜間の方が、経験値が多く手に入りやすく上手に乗り切ると、光術の各種レベルを上げやすいメリットもある。ハイリスクハイリターンの仕様となっている。中には、夜間限定のクエストや収集アイテムもある。 マップ内の各種に敵が入り込めない安全区域があり、アイテムを収納したり寝て過ごして昼夜を切り替えるベッドが備えられている。多くの安全区域はゾンビや敵に占領されており、それらを排除してゾンビが侵入可能な出入り口を封鎖の後、電源を入れれば安全を確保できるようになる。マップのアイコンの色は解放前の場所は赤、解放された場所は 緑で表される。ストーリーやクエストの進み、具合によっては消滅してしまう安全区域もある。マップの至るところ、およびゾンビが多く徘徊する隔離区域と呼ばれるエリアに救援物資があり、それらを入手して特定の安全区域の受品係に渡せば無料でアイテムを支給されたり、受品類係数が多いほどマップの至るところにある。 ショップでより強力な武器やアイテムを手に入れることができる。成長システムのレベルは、サバイバー、スピード、パワー、条件を満たした時に選択できるレジェンドの4種類。それらに見合った行動をとるとそれぞれ経験値を入手して、レベルを上げるとスキルポイントを入手し、それぞれスキルを解放させて、ゲームプレイを有利に進めやすくすることができる。各種レベルは、以下の通り、 本作のアイテムやお金は、基本的に、現地調達であり、フィールドの至るところに存在する民家のチェスト、車の荷台、ゴミ箱、撃破した敵から入手することができる。チェストや車の荷台には中には施錠されているものもあり、特定のアイテムを使い、ピッキングで解錠しなければならないが、その分強力な武器を得やすい。ピッキング時は、無防備になるので周りに敵がいないかどうかも気を。 配らなければならない。武器の種類は、剣やナイフ、長蛇などの片手武器や、大型ハンマー等の両手武器といった、近接武器のほか銃、弓の飛び道具もある。近接武器にはあらかじめ耐久値が設けられており、耐久値が例になると、武器の攻撃力が消失。これらを特定のアイテムを使って、各武器ごとに修復可能が許される、回数内で修理することができる。また、 本作では、アイテム生産や武器改造の行うシステム、クラフトがあり、特定の条件で得られる、設計図やアップグレードアイテム、及び必要な素材を使って、投敵武器や回復アイテムの生産のほか、武器の場合は、特殊効果を付与させたり、攻撃力、耐久力などを上げることが可能。主人公の海力レインは GRE に雇われ、カディールスレーマンから、 国費書類を取り戻すため波乱死にパラシュート降下する。だが降下して早々に武装集団に襲われて負傷し、さらにその直後、波乱ウイルスの感染者の襲撃を受け、その際に負わされた髪傷によって自身もウイルスに感染してしまう。タワーのランナー二人に助けられ、かろうじて死亡も転化も免れたクレインは波乱死で生き残るためにパルクールを習得し、 市内のに大派閥の一つに潜入しながら過酷な任務を遂行することになる。ありがとうございます。